鉄の玉が正義の証明貫けば英雄に近づいた。その目を通して触れてみれば同じ形同じ体温の熊。僕はダメってあいつはいいの。そこに壁があっただけなのに生まれてしまった定めな客な。僕らはみんな自由なんだから。鳥のように羽があればどこへだって行けるけど、帰る場所がなければきっとどこへも行ける。ただただ生きるのは嫌だ。信じることだ。鉄の雨が降り散る情景、テレビの中映画に見えたんだ。戦争なんて愚かな凶暴、関係ない、知らない国の話。それならなんであいつに組んで、黒い気持ち隠しきれないわけ。説明だってできやしないんだ。僕らはなんて矛盾ばかなんだ。